皆さんおはようございます。もつ宝塚音楽学現役アイドル、もつ宝塚音楽学現役アイドル永遠のさよさあやまです。ということで今日も寝起きです。そして今日は そして今日も Get Ready With Me ということで普段メイクをしていきたいと思います。今日はこの後ラジオの中継がありますので、今日もテレビのような気合の入ったメイクではなく、スンってメイクをしたいと思います。なんですけど今日はちょっと普通のメイクを普段メイクしながら、宝塚時代の普段メイクはどんなんだったかっていうことについて話しつつメイクをしていこうかなって思ってます。よし、ちょっと下地からいきます。スキンケアまでは終わってるんですけどね。結構私は宝塚メイクについての動画はいっぱい撮ってて、何回も皆さんにいろんな形で見せてきてると思うんですけど、宝塚時代の普段メイクってどんなんだったんですかってよく聞かれてたんですけど、全然答えたことがなくて、あの宝塚音楽学校に入ったのが私は18歳になったばっかですかね。私4月5日生まれなんであれなんですけど、高校2年終了で入ったので、高校3年生の年で宝塚音楽学校に入りました。でそれまではあの高校生の時に特にすごいメイクをしているような高校生じゃなくて、でもなんかちょっとチークとかちょっとあの眉毛とかには興味は多少持ってたかな。でもこうファンデーションからがっつり今みたいにね、下地からがっつりメイクをするようなこともなく17年間過ごしてたわけですよ。で宝塚音楽学校の1年目は、まあ、すっぴんでした。そして音楽学校2年目の本科生になるとみんなメイクをし始めるんですけど、あ、その前に予科生の時もスミレ募金っていうのがあって、そういう人前に出る時とかは多少メイクとかはするんですけど、その時はねあのそんなになんかこだわりもなく、なんかファンデーションと口紅みたいな感じだったんですけど、本格的に宝塚メイクじゃ、間違えた、本格的に普段メイクをし始めたっていうのが宝塚音楽学校の本科生からなんですけど、まあ、それまで1ミリもメイクをしたことがなかった私は何をまず買い揃えたらいいのかも全然わからなくって、で忘れもしません、私はあの小林っていうね、阪急の小林駅っていうところに泉屋っていうのがあるんですけど、その泉屋の向かいにあのドラッグストアがあるんですよ。今あるかわかんないけどあったんですよ当時は。でそのドラッグストアに行って、とりあえずそのあんまり立ち入ってじっくり見たことないメイク用品をこうじっくり見てみたんです。でわかんないんですけど店員さんに聞く勇気も当時なくて、とりあえずなんか顔に塗るのと言ったらファンデーションだってなって、であのうちのお母さんがなんか昔めっちゃ塗ってたやつだみたいな感じで、コンパクトのねあのファンデーション、本当にもうどこの、 あのメーカーとかも全然覚えてないんですけど、なんかもうこういうコンパクトのファンデーションとりあえず買うんだって言って、コンパクトのファンデーションと、あとなんかその前になんか塗らなきゃいけないのは知ってたんで、下地って書いてあるやつと、あと眉毛とかアイラインみたいなのとかをなんか見よう見まねみたいな感じで、とりあえずもう
そのメーカーとかいい悪いとかも全然わかんないんで、とにかく買い揃えねばみたいな気持ちで、いろいろ手当たり次第ね買った記憶があります。でアイシャドウについては本当にわからなかったんで、一番最初アイシャドウ塗ってなかったんですよ私。で、まあ、とりあえずアイシャドウは買わずに帰って、なんかメイクどうやってやるんだろうみたいな感じで、徐々にですよね、最初はちょっとドキドキしながらファンデーションだけ塗ってみようかなとかなんか思いながら頑張って、ファンデーションがない、そんな言ってたらファンデーションもこう下地って書いてあるのをもうどのぐらいの量塗ったらいいのかとかも分かんないから、雑誌とか買ってその雑誌のメイクの仕方とかも見つつで、いろいろこう見よう見まねに塗りました。でもうファンデーションとかも当時はパウダーファンデーションを使ってたんで、すごい最初浮いてただろうなって思うぐらいもう下手でした。で一生懸命メイクして音楽学校通ってたんですけど、音楽学校にいる間の1年間でそうやっていろいろ研究はしたり、あと同期のねメイクを見たり、必要なものの足りなかったものとかを知ったり、雑誌を読んだり、いろいろ研究して、だいたいフルメイクっていうのをなんか1年かけてちゃんとできるようになったような気がしてます、私は。で最終的にリキッドのファンデーションとリキッドのアイライナー、アイライナーも最初ね繰り出し式のあのやつ、クレヨンみたいなやつでやったんですけど、動くし授業をしてる間によれちゃったりするのとかで、リキッドのこうにじみにくいやつとかがいいんだとか、こういう運動をするときはこういうのがいいんだみたいな研究をしていって、で崩れにくいようなメイクも覚えた気がします。で当時は若かったんでね、こうそんなにこうそばかすとかも気にならなかったし、クマとかも少なかったし、もともと肌の血色が良かったから薄くね塗っていたような気がします。でね、今のメイクとの一番の違いは眉毛なんですよ。眉毛、ちょっと待って、眉毛まで急いでやっちゃおう。そう、当時はもう全然こう隠すところとかなかったんで、あんまりもともとね結構クマがある人なんですけど、って言っても気にならなかったな、若かりし頃は。メイク上手な方にお聞きしたいんですけどね、私ってファンデーション、このリキッドファンデーション塗った後絶対粉をしてここサラサラにしなきゃ気が済まなくって、でもそうすると結構こう塗ってる感が出ちゃうっていうか、このツヤとかはさ全部消えるじゃん。でその後にちょっとこうツヤを出すパウダーとかをしたりはしてるんだけど、このツヤってもう本当に全部消して合ってるのかな正解なんですかね。もう私はとにかくよれないとか崩れないためとか、あとこう触るとさついちゃったりしないために、とにかくこの今リキッドファンデーションで塗って出たテカリみたいなこうファンデーション、リキッドの部分は全部粉で押さえて、こうマットにこう触っても手にそんなにこうつかないサラッとした状態までやっちゃうんですけど、合ってるなんか軽くとかで本当は良かったのかな、粉って。それがちょっと気になっているところでございます。なんか日焼けしてさ首と顔の色が結構暗めのファンデーションにしたのに首と顔の色が違う。首もちょっと、では眉毛。もう眉毛がねやっぱ宝塚時代のメイクとは
全然違うくて、もうこれはね音楽学校だけじゃなくて劇団に入ってからもずっと私は眉毛の形がね当時もうこんな上がり眉毛だったの、今ねすっごい剃ってるんですけど当時は全然剃ってなくて、でこの眉頭のところとかもね剃ってなくって、角度がこの今のね剃ってる眉毛を見てもらっても分かるんだけど、これ延長したらさここまで上がるんですよ。でこうやってやるとかけど、私ここなの眉頭がね、眉頭じゃない眉山か、眉山がここなので、本当にほっとくとこういうねめっちゃくちゃ上がり眉なんですけど、それに沿って描いてたんですから描いてたからめっちゃ上がり眉、しかもねペンシルでがっつり描いてましたね当時は。で宝塚退団後もしばらくそんな上がり眉生活をしてたんですけど、まあ、ある日すごいさ困り眉毛が流行ったじゃないですか。でその困り眉毛が流行ったり今みたいにこう横一直線の眉毛が流行った時に全然そこに近づけないし、あと眉毛をちょっと横にするだけで表情が全然変わって柔らかくなるので、それを知ってもう思い切って眉毛を全部剃ってしまおうと思って、ここだけ残してあと全部剃ったら生えてこなくなっちゃった多分今ずっと放置しててもあの眉毛には戻れない気がする。でもあんなに上がり眉毛には、まあ、もう何年も剃って立つけど、あそこまでの上がり眉毛には戻りたいと思わないので、まあなくてもしょうがないかって思ってる、うん、いつかとんでもない上がり眉毛が流行った時にちょっと あのまんま取っておいたら自眉でいけたのにとは思うかもしれないですね。でもほら今さだいぶ私はね下げて描いてるのにそれでもさ上がってるじゃん。本当はもう、ま、真横の一直線とかにしたいんですけど、そこにはね修正不可能なぐらい元の眉毛がね上がってるので、もすっごいキリッキリッって描いてたから宝塚時代は、それでもうだいぶ顔変わったって、もう顔の印象さ全体変わるじゃん眉毛だけで、それすごい言われますね、うん、だいぶ丸い感じになったみたいな、ちょっと優しい印象の顔になったみたいなことは言われるけど、まあ、ほとんどそれは眉毛の力かなって思ってる。あ、ちなみにね前髪に癖がこうすぐついちゃうで戻すのがめんどくさいから前髪上げずにメイクしてます。本当はね前髪をがっつりこう上げてメイクした方がいいのは分かってるんですけどね。今日も仕事がこの後あるのでちょっと若干急ぎ目なので、あとねアイシャドウの話、アイシャドウをし始めたのがもう本当に音楽学校の秋ぐらい本科生の秋ぐらいの時なんですけど、全然それまでやってなくてアイシャドウで、まあ、今もねその名残というかその頃のメイク法が名残ってるんですけど、こういうねパレットがあったとしたら私ねこの白しか使ってない買ったの当時。宝塚を退団して 1,2 年後ぐらい、もうちょっとか3年後ぐらいか7年8年前ぐらいまで私は目の上に白しかのせてませんでした、うん、なんか分かんなくってアイシャドウの良さが当時は、こう特に私はさ目の上がさちょっと腫れぼったい奥二重のタイプなので、こう一生懸命ね色を塗ってもこう目開けるとちょこっとしか見えない上に、そうちょこっと見えるところが茶色とかだともうより腫れぼったく見えちゃうんですよね。なんかそれがもう苦手でどうしたらいいか分かんなかったから、白を塗ったらちょっとなんか明るく見えたんで一回それ以来白しか使わなくなっちゃって、本当に変わった
普段メイクをしてました。とにかく白で囲むみたいな。今もこうその名残でね、最初に全部白を塗ってベースでやってるんですよ。だから今のメイクに至るまでは本当にメイクをし始めてからだと、ずいぶん長い道のりでしたね。こう目の上に色をのせるようになったというか。ということで今のメイク法としては、やっぱりこの目尻の方に、私の目はさ、こう上の方に茶色とかを塗っちゃうと私的には似合わないので、この外側だけ色を塗って内側にかけて白になるようにグラデーションを軽くするっていう、外側からこう全部指でやっちゃう。普段メイクの時はこう結構目尻だったらそんなに腫れぼったく見えないっていうのも分かったし、こういう感じです。ちょっとなんて言うんだろう、目の幅が広がって大きく見えるんで、今のメイク法は気に入ってます。これはもう最近ね編み出した自分なりに方法ですけど、なんか宝塚時代にね、普段メイクについてこうみんなとめっちゃ研究したっていう記憶がさ、音楽学校のほんと最初の頃しかなくって、本当に分からなかった時に、買うものとか揃えるものが分かんなかった時に、ちょっとこうあれもいるこれもいるってみんなで話したっていうぐらいで、こう一緒にメイクをするってこともなかったし、宝塚に入ってからはもう宝塚メイクがやっぱり話のメインだし、普段メイクについてもうちょっとこういう風にした方がいいよとかいう話も一切なかったんで、もうず本当に独学の独学でしたね。他の方がどうだったか分かんないけど、私はそうでした。で、人の顔を見てさ、そんなに違和感もなければ、そんなその人の顔を見てこうしたらいいよってアドバイスができる立場でもないし、で人のメイクを見てこれいいなと思って、それ何使ってるのっていう話にも私は全然その興味がなくって、だいたい顔撫でたらいいかみたいな感じでやっちゃってたなって思います。あとはアイライン。アイラインはね、もうね宝塚時代のね名残、完全にもう宝塚時代から私はアイラインをめっちゃがっつり引くタイプで、しかもルボタンでやってたんですよ。あの宝塚メイクに使うアイラインで普段メイクのアイラインもやってたから、もうがっつりアイラインを入れるっていうのはその時から全然変わらない。今もなんかこう時代にも年齢にも合ってないのかもしれないけど、アイラインはがっつり入れます。っていうのはなんか自分がね、目の形に結構コンプレックスがあったタイプで、アイラインで目の形が変わるっていうのを知ってすっごい感動した記憶があるんですよね。だからなんかあんまりこだわりではないけど、アイラインがっつり入れるとちょっとなんか自分って感じだからあんまり気にせずにアイラインを入れます。だからさ、たまにさ、今の仕事してるとメイクさんがメイクをしてくれることがあって、こう自然なね、あの例えばプロモーションビデオとかに出させてもらった時はもう自然なナチュラルな若々しい顔みたいなメイクだったんですけども、その時とかさ、全然アイラインをここまでね、私かなり引くんですけど、ここまでアイラインをがっつり引いてくれないんですよ。もうなんかサササってパウダーのやつとかでサササってやって終わりみたいな、え、目尻もうちょっと外に出してくださいって感じなんだけど、なんか結構言ってもあのナチュラルがいいんでって言ってそこまでやってくれないみたいな感じなの。まあ、でもライブとかね、あのがっつりメイクでのあのメイクさんとか、最近この間生誕祭とかでねメイクをしてもらったんですけど、そういう時はもうあのがっつり入れてくださいって言ってがっつり入れてもらったりすると、あ、私だって感じで気に入る。だからなんかテレビとかのね時はね、自分でメイクをしてもうがっつり本当は入れたいんですよ、アイラインを。
でもね、まあ、役に合わせてやらなきゃいけないのがこのお仕事なんでしょうがないんですけどね。あとね、これも宝塚の時のままなんですけど、あのさっきさ、あんまり研究しないって言ったんだけど、一つ思い出しちゃった。あのこのね、下のねシャドウを今から入れるところは、宝塚の時代にね、同期とお茶をした時に向かいに座った同期が、あのここ目尻のこの下、ここだけに結構濃いね茶色のアイシャドウをグラデーションで入れてたのが綺麗だし垂れ目に見えて可愛かったので、それを真似した気がする。だから私、あの目の上にはシャドウは白しか入れなかったけど、目尻のこの下のところには、でも本当に対談前の話なんですけど、対談直前の2008年ぐらいの直前、宝塚対談する時の公演ぐらいかなの時に、ここに茶色を入れ出した気がする。なんかそれ思い出しちゃって今、うん、という感じでこの顔ができていったって感じですね、うん。もうチークとかはさ、あ、チーク待って、チーク持ってきてないよ、これ。よいしょ。もうチークとかは、もう色もこだわりも全然なくって、当時なんか、とりあえず血色が良ければいいみたいな感じで、適当にバババって塗ってた気がする。よし。口紅、あ、そうそう、あとね、口紅はね全然塗ってなかった。なんか本当に今ね、30代になってからぐらいに口紅の大切さを知って、20代の頃まではなんか口紅塗らなくてもめっちゃ赤かった気がするんですよね、今より。で、顔全体も別に口紅塗らなくても明るかった気がする。だからなんかこんなに毎回口紅がすごい大事って思ったのは30過ぎてから、うん、な気がするんですけど、皆さんはいかがでしょうか。あ、これも忘れてた、なんだっけ、これマスカラ、ビューラーとかはね、今全然ビューラーしてないんだけど、ビューラーはねすごいしてた当時は。一生懸命こう、私まつげがすごい薄くて少なくて短いタイプなんで、まつげをいっぱい出したくて、で多分なんだけど宝塚メイクってさ、めっちゃまつげつけるじゃん。ですごいまつげをねつけるので、まつげが大事って思ってたんだと思います当時。で今もまつげは大事なんですけど、宝塚退団してからね、まつげエクステをしてた期間もあるし、つけまつげをつけてた期間もあったんだけど、でもね結局私の顔にはがっつりまつげはほんと特別な時、それこそライブとかそういう時以外は必要ないっていう結論に至って、今はもう自分のまつげにちょっと軽く塗るぐらいで終わりになりました。さあ、ということで顔ができたので、あ、髪の毛やらなきゃ。髪の毛はねもう最近すごい伸びてて、まだ伸ばしてるんだけどね、すっごい伸びてるんですよね。あ、時間が割とやばいやばいので、もうお団子にしちゃいます。あ、ちなみにこの T シャツね、この T シャツ着てビッグマック買ったらなんか安くなるみたいなクーポン T シャツなんですけど、だいぶ前にやってたやつ、これ着て結局マクドナルド行かずに終わっちゃった。で、私マクドナルド行ってもさ、ビッグマック食べないんですよ。あの照り焼きバーガーしか食べないから、割といらなかった。よいしょ。
もう手ぐしでやっちゃおう。今日はラジオだからそんなに気合入ってません。よいしょ。ね、宝塚時代はさ男役だったので髪の毛短かったんで、こう長い髪にめちゃくちゃ憧れて、で宝塚退団してすぐ伸ばしてからは一回も切ってないんですけど、伸びたら伸びたでね、ちょっとショートカットにも多少憧れますね。まあそんなに切ろうっては思ってないけど、よいしょ、やっぱショートカットの方が楽だしね。よし、あ、ピンがない。よいしょ。よし。で、ピンで留めて出来上がりですね。うん。今日はね、この間の Get Ready With Me の時みたいに45分じゃなくて、まだ30分ぐらい時間があるの。だから、割とゆったりです。できた。こんな感じで。後ろのピンに留めると。よし、できた。こんな感じ。ちょっと着替えます、うん、今日何の服着ようかな。はい、ということで着替えました。阪急電車カラーのワンピースにしました。ということでここからちょっとだけ時間があるので、なんか食べたりしつつラジオに行きたいと思います。今日はねちょっとメイクしながら宝塚時代の普段メイクについて振り返ってみましたが、いかがでしたでしょうか。面白かったなと思う人はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。あとコメントもお待ちしています。よろしくね。バイバーイ。行ってきます。